記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかりだ。覚まして、目を覚ましてってば。ちょっと起きて、いつまで寝てるの。もう日は昇ってるんだけど。大丈夫？うちの声は聞こえる？部屋の中から全然物音がしないから、すごい心配したんだからね。ううん、夢じゃなくて現実だよ。ここはホテルレバリー。秩序の夢はもう終わったの。一日経ったけど、思い返すと今でも冷や汗が出てくる。危うく列車の開拓がこのピノコニーで終わるところだったんだから。そんな時にグースか寝てられるなんて、あんたって余裕あるよね。うちなんか若干トラウマになっちゃって、昨日は眠ったら二度と起きれないんじゃないかって、目を閉じることすら怖かったのに。そういえば、あんたが寝てる間に性格の封印は終わったよ。ピノコニーの人たちは何が起こったのか知らないまま、ただ少し記憶がぼんやりしてるなーって感じるだけ。まるで記憶の一部が誰かに抜き取られたみたいにね。あと調和セレモニーについてだけど、表向きには未知なる性格の災いに見舞われたため中止せざるを得なくなったってファミリーが声明を出したんだ。秩序のことを公にするわけにはいかないからね。今はオーク家以外が事件の影響を抑え込むために頑張ってるの。列車組も呼ばれてて、これからファミリーの貴重席号で開かれる重要な会談に証人として出席する予定なんだ。あとはあんただけだから、早く支度して。準備ができたら出発しよう。あれだけのことがあった後だと、平和な現実が一番だって感じるね。オッケー、乗船までまだ少し時間があるから、先にバーナイトメアに行ってみんなと合流しよう。三昧の生活、イプシロンにそっくり。どう？あなたが想像してた無境とは一致してる？その質問、ここに来たばかりの時もしてきたよね。うん、確かあの時の答えはノーだった。でもいろいろなことが起こった今、あなたは結構それを気に入ってるように思える。それでもやっぱり忠告しておく。あなたはまだハウンド家の指名手配リストに載ってるから、あまり目立たない方がいい。これまでと違って、今回写真に写ってるのはサムじゃなくてホタルだしね。なかなか珍しい体験なんじゃない？そうだね。カフカの言葉を借りれば、これも私の人生の欠けてる部分なのかも。でも自由に行動できないのは不便だな。リンロ、手を貸してくれない？そう来ると思った。安心して、もう手は打ってあるから。システムをハッキングして全ての痕跡を消したんだ。でも目立つことはしないように。ホタルのことを知ってる警備員に近づくのもダメ。それだけ守れば
誰もあなたのことは気にしない。行きたいところに行けるから。ありがとう。どういたしまして、サミュエルさん。この偽名結構好きかも。ピノコニーでの任務は終わったわけだけど、この後の自由時間は何する予定なの？天才クラブの人たちも来てるらしいから、一緒にちょっと大きなことでもしてみる？知ってると思うけど、私の脚本はまだ終わってないの。私があなたをここに送り返したのは、そんなことをさせるためじゃないんだけど。安心して、脚本には宴の星が3回の死を与えるってことの他に、ここで忘れられない収穫を得るとも書かれてるから、やってみなくちゃわからない。結果が出るまで可能性は無数に存在する。そうでしょ？あなた、自分の悪い癖に気づいてないんだね。疑問形を使うのは、いつも心の中で答えが決まっている時。そういう時は他人が何を言おうと絶対に聞き入れないんだから。わかった。じゃあカフカからの電話を伝えとく。ピノコニーで何かいいものを見つけたら、私の分もよろしくね。私のカードを使って構わないから。暗証番号は知ってるでしょ？だって具体的なことは言ってなかったけど、多分ドレスかコート、あるいはサングラスとかだと思う。こういうのはホタルの方が詳しいでしょ。あなたたちいつもファッションの話してるし。了解、忘れないようにするね。オーディショッピングセンターなら選択肢も多いし。あ、ねえ、カフカって綺麗なアクセサリーとか気に入ってくれると思う？例えばヘアアクセとかブローチとか。そういうのってもっと若い子向けだと思うけど、買うなら自分のために買ったら。あとジンが気をつけろって言ってた。多分ピノコニーには他にも誘惑があるって意味だと思う。まったく、本当に遠回しな言い方するんだから。きっと親切心で言ってくれてるんだよね。心配しないで、銀の、私のことは分かってるでしょ。私は何もしない。ただ自分の足で歩き回って、もっとこの世界を感じたいだけ。あ、オークロールを買いに行こうかな。ピノコニーに着いた日から毎日一つ食べてたんだ。今日は二つ買うから、一つは銀狼にあげる。君が気に入らなかったら、私は2倍おいしい思いができるしね。あるいはカフカに持って行ってあげてもいいかも。彼女は拒んだりしないから。あ、それかジンにあげようかな。なんだかんだで喜んでくれそう。もちろん脚本にはこんなこと書かれてない。でもね、私はもう自分で運命に新しい注釈を加えたの。お疲れ様です、トパーズ総監。ファミリーの代表は今も中で準備を進めておりまして、ビッグボスもまだ到着しておりませんので、会談が始まるまでもう少しかかるかと思います。へえ、この見栄えの良さ。ファミリーは本当に表面的なところに力を入れてるんだ。てっきりもっと控えめでフォーマルな場所を選ぶかと思ってたのに、まさか豪華な飛行艇にするなんてね。総監、これは聞いた話なのですが、この貴重石号はルーサン家の資産だそうです。
カンパニーとファミリーの今回の会談はピノコニーの将来の発展に直接影響を与えるもの。本来ならこれほど重要な議題は、そうそう、朝露の時で秘密裏に会議を開いて話し合われるべきです。しかしこの雰囲気は、どう見ても深刻そうではありません。多分今回の会談はただの前菜なんじゃないかな。企画した人が誰であれ、カンパニーの意図を事前に探ろうとしてるんだと思う。その大物は自分なりの野心があって、前もって私たちと何らかの合意に達したいと思ってるのか、もしくはこっちを威嚇してひるませようとしてるのか、そのどちらかだろうね。おお、さすがはトパーズ総監、冴えていらっしゃる。ではビッグボスがお見えになったら、相手が罠を仕掛けていないか注意してみるようにお伝えください。ご親切にどうも。でもあの人には必要はないと思うよ。彼女と交渉のテーブルに着くときに気をつけなきゃいけないのはいつも他の人だもん。チームのみんなに伝えて、交渉のことは心配しなくていいから自分の職務を全うしなさいって。かしこまりました。すぐに伝えます。そうだ、もう一つ、ジェードさんの前でビッグボスって呼ばない方がいいよ。冗談抜きで命がなくなるから。承知しました。ご忠告ありがとうございます。あの時はここで転んじゃったんだ。頭を思いっきり地面に叩きつけるようにね。会談が始まるまでもう少しかかりそう。カーブ、お腹空いたの？夢の中の食べ物、きっと味は悪くないよね。カーブ、受け取って。それなら先に一口もらっておけばよかったな。ボタンがこんなにたくさん、一つずつ押してたらどんだけかかるの。まさか本当に全部回収するなんて。ハウンドの子犬たちなかなかやるじゃん。あれ、これは…危険ですので、そのボタンから離れてください。危険？このボタンみたいなのって、そんなにすごいものなの？そういうわけではありませんが、実は最近、美しい夢の中で悪さをする者がいまして、出会う人すべてに奇妙なボタン装置を渡しているんです。当事者たちの話によると、そいつはこのボタンを押せばピノコニーが吹き飛ぶと言っていたそうで、幸い犯人の言葉を信じる人はいなかったのですが、念のためハウンド家がこのボタンを回収しているんですよ。その犯人は？ハウンドはまだ犯人を捕まえてないの？はい、
そいつの能力は大したものだと言わざるを得ないものでして、あ、ですがハウンド家は簡単に諦めたりはしません。無教の秩序を破壊する悪人には必ずや厳しい罰を下します。とにかくこちらのボタンはファミリーが速やかに処分しますので、近寄らないようにしてくださいね。こんにちは。どうかされましたか？こんにちは。この貴重石号について教えてもらえる？あなたはカンパニー戦略投資部の代表の方ですね。もちろん構いませんよ。喜んでお答えします。貴重石号のオーナーはルーサン家の当主オーディ・アルファルファ様です。一琥珀期前、オーディ様は大金をつぎ込んでこの豪華な飛行艇を作りました。それ以来貴重石号は一度も止まることなく無教の十二の時を巡り続けています。へえ、オーディさん本人が。道理で船内の装飾が豪華なわけだ。ええ、オーディ様のセンスは火の打ち所がありません。ルーサン家の招待を受けて貴重石号に乗ることができるのは宇宙でも一握りの VIP だけなんですよ。説明を続けますね。貴重石号はピノコニーの夢の大海原を一琥珀期もの間旅していました。しかし先日起こった騒動により航行の一時中断を余儀なくされてしまったのです。騒動？ずいぶんかしこまった言い方するんだね。当たり障りのない感じっていうか。あ、ごめんなさい、続けて。先日美しい夢で起きた騒動のせいで貴重石号は一時的に航行の中断を余儀なくされました。現在無教を乱していた不安定要素は排除されましたが、その特別な理由によりピノコニー大劇場で開催される予定だった調和セレモニーは一時延期せざるを得なくなってしまって、そこでオーディ様は調和セレモニーの会場を貴重石号に移して、その機会に貴重石号の再出航を発表しようと提案されたのです。ファミリーの緊急事態に対処しながら自分の影響力も強められる、まさに一石二鳥。さすが伝説の大物だね。説明してくれてありがとう。じゃあ私はこれで。もしもし、また人材奨励部？内部監査？一体いつまでやるつもり？今は大事なプロジェクトを抱えてて君たちの相手をしてる暇はないの。やり色な案件なら私の処理方法はちゃんと上層部の決議を経てる。プロジェクトのログと通話記録は全部残ってるから、そっちで調べてみたら。本当に理解できない。君たちこの小さな案件に固執してずっと大げさに騒ぎ続けてるよね。それは一体どんな魂胆があるからなの？うんざりする会話ならそのまま切っちゃえばいいじゃない。あのプロジェクトならうまく処理したと思うわ。氷の星で請求列車に人情を生んで、部門にとってはいい商売だった。久しぶりね、エレーナちゃん。ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。何かトラブル？何でも言って。昔のようにね。ジェイドさん、お久しぶりですね。あなたと一緒に仕事ができるなんて光栄です。相変わらず堅苦しいのね。上下関係なんて抜きにしてただの同僚だと思ってちょうだい。余計な継承は省いていいわ。
例えば3とか。すみませんが、しばらくは無理かと。何しろあなたは私の先輩ですから。でも今の私たちは同じ銃の赤心よ、トパーズ。あなたにはベストを尽くしてもらいたいの。次の交渉ではミスは許されないから。鋭いあなたのことだから、今回の会談の本当の狙いもとっくに見抜いてるんでしょ。これはおそらくオーディが独断で進めたことですね。カンパニーとピノコニーの正式な会談の前に真偽を探ろうとしているんでしょう。正解。でもその方が都合がいいの。なぜだかわかる？もし事前にオーディと何らかの合意に達して相手の譲れないラインを探ることができれば、今後の交渉をスムーズに運べるから。これが表面的な理由ですね。ええ。そして大きな声では言えないもう一つの理由は、ルーサン家の当主の行動を通じてあるシグナルを捉えることができるということ。五大クランといえど調和の歌で歌われているほど一枚岩ではないかもしれないというね。調和の影響が骨の髄まで浸透していない限り、個人の欲望は常に存在する。幸い少なくともピノコニーには完全に私利私欲がないほど高い音階の大物はいないわ。陰に日向に争っているカンパニーと同じように、五大クランの一つにまとまった心とやらも夢の主が失脚した今、単なるスローガンに過ぎない。オーク家が失脚した後、オーディ一派はピノコニー最大の勢力となりました。継承順位だけで考えても彼は現在の当主の中で最も長く在任している経験豊富な人物です。そう。だからこれからの会談は事前に話し合った戦略に沿って進める必要がある。チェスを指すように一手ごとに状況を見極めながらね。はい。交渉の3ステップは、まず聞く、次に探る、そして最後に力を見せつける。あなたから教わったことです。ちゃんと覚えてるじゃない。でも槍色の件ではその順序を変えたみたいだけどそれについては個人的な理解ってやつです。ご歓談中に失礼いたします。当主の準備が整いまして、戦略投資部の代表の方とお会いになりたいとのことです。さあ、お仕事の時間よ。気合を入れてそのお偉い脇役に会いに行きましょう。私たちの目的はカンパニーがピノコニーに進出するための機会を作ること。それを忘れないで。突破口はアベンチュリンが開いてくれた。私たちはそれを大きくすればいいの。真面目に働けば報いはあるものだね。カンパニーの人の前では気を張りなさい。私の顔に泥を塗ったら許さないわよ。うん、思わぬ収穫。素敵で美しいレディーたち、
私の貴重席号へようこそ。さあさあおかけになってください。じっくりと話し合おうではありませんか。ようこそ。二人のレディの乗船を心から歓迎しますぞ。こちらの不手際のせいで外で長らくお待たせしてしまいましたかな。そんなことありませんわ、オーディさん。こうしてお会いできて光栄です。ご存知ないかもしれませんが、オーディ・アルファルファデンは戦略投資部に入った社員の必読書なんですよ。何しろあなたは一人でピノコニーの経済システムを支えるレジェンドですから。さすがは戦略投資部の銃の赤心。お二人とも話術に長けているようだ。私は賢い人と話すのが好きでしてね。形式的なことや表面的なことは省いて、早速本題に入りましょう。今回こうしてカンパニーの代表を船に招いたわけですが、私が何について話し合いたいのか、お二人も見当がついているのではありませんか。ピノコニーの未来。私の推測が間違っていなければ、それについて話し合いたいのでしょう。はっいかにも。一発で当ててみせましたな。シンプルな言葉ではありますが、そこには複雑に絡み合う利害関係がある。ここに来なかった金髪の若者を例にとってみましょうか。彼は大変な労力を費やして自らの命すら危険にさらしました。一体何のために。それはカンパニーがアスデナといううまみのある場所を再び手に入れるきっかけを作るためではないのですか。ビジネス界で重琥珀期にもわたって積み上げてきた経験と知恵はやはり本物ですね。オーディさん、あなたの今の推測が真実だとして、そのカンパニーの一手にどのように対応されるおつもりで。あなたは素晴らしく肝が据わっていますな、ジェイドさん。さぞや多くの場数を踏んできたのでしょう。しかしピノコニーのことはまだ十分に理解されていないようだ。貪欲な狼たちを前に座して死を待つつもりはありませんぞ。どうぞ続けてください。では単刀直入に言いましょう。今回正式な会談の前にお二人と会うことにしたのは、ピノコニーをきっぱり諦めるよう戦略投資部を説得するためです。ここで手を引けばあなたたちも対面を保てる。そして大きな交渉のテーブルでカンパニーの面目を失うこともない。 P45 の幹部が無境の中で襲撃され命を落としかけた以上、カンパニーとしてはそれを見過ごすことはできません。さらに調和セレモニー期間中の騒動、一般人のピノコニーに対する信用はかつてないほどまでに下がっています。あなたがいくら強硬な姿勢を取ろうと、現実的な問題は依然として存在している。違いますか。トーパーズさん、今現実的な問題という言葉を使われましたが、忘れないでいただきたい。ここは夢の世界だということ。
ここで成功を収めるには壮大なアイデアを持ち野心的でなければならないのです。この危機に私がどう対処するか知りたいですか？構いません、教えて差し上げましょう。ピノコニーは私の手によって大きな一歩を踏み出す。さあ、宇宙で自主上場するのです。自主上場？それはつまり、カンパニーを介さずに全宇宙に向けて株式公開するということですか？その通り。ピノコニーが少しずつ蝕まれていく様子を黙って見ているくらいなら、美しい夢の扉を全宇宙に向けて開放した方がマシですから。この銀河にいる志ある者は今日から誰でも夢の地の株主になれる。これが私の貫く調和の道なのです。この改革はもっと早くに行われるべきだったのですが、秩序にとらわれた大久家は融通が効かなくてね。その名の通り、木のように硬直した彼らの思考は私のような老いぼれにも及びません。ですが先日のちょっとした騒動のおかげで、私の改革を阻んでいた最大の障害も消え去りました。ルーサン家は美しい夢の楽園の決算書を全宇宙に公開します。たとえ災いを経験しても、ピノコニーは依然としてポテンシャルとチャンスに満ちている。そしてファミリーも未来に自信を持っていますから。ピンチはチャンスでもある。あなたはずっと待っていたのですね。ピノコニーが再び人々の注目の的になるその時を。この機会を利用してピノコニーが難局を乗り越えられたとしたら、後からカンパニーが介入しようとしたところで、私たちの一挙手一投足は多くの人の目にさらされることになる。ジェイドさん、あなたは本当に私の伝記を熟読しているようだ。では次の一手はどうすればいいのか、よく考えてみてください。ここまで膨大な情報となると、消化するのにも少し時間がかかりますね。オーディさん、会談の前半戦はここまでにしましょう。少しの間、トパーズと二人で協議させてください。その後改めてカンパニーを代表して返答させていただければと思います。もちろん構いませんとも。どうぞご自由になさってください。ルーサン家がカンパニーと会談を。あのカンパニーの使者からの情報だ。彼は形式的なものだと言っていた。まあ無理もないだろう。今のピノコニーはかつての辺境の監獄のようだからな。外では民衆や銀河の勢力が虎視眈々と狙っていて、内では秩序の影が水面下でうごめいている。腹背に敵を抱えるよりも一歩引いてカンパニーを交渉のテーブルに招いた方がいい。表向きは協力としているが、実際には自分たちが生き残るためのチャンスを求めているんだ。請求列車に仲裁を頼んでくるのも納得だな。ベルトさんの考えでは、俺たちはどちらの側に立つべきだと思う？俺は調和が完全なる被害者だとは思わない。
どんな理由であれ、彼らは事態を静かに収束させたいと強く願っている。それを考えると、その理由には何か裏があるのではと疑わざるを得ない。ファミリーかカンパニーのどちらかが完全にピノコニーの実権を握ることになれば、ここはまた道楽にまみれた美しい夢に戻るだろう。そうなれば、過去の七死人の努力はまたしても水の泡になってしまう。ああ、来たか。よく休めたか。ぐっすり寝ていたから邪魔しないでおいたぞ。どんなに長い夢だろうと、目覚めの時は訪れるものだ。ピノコニーでの俺たちの冒険も終わりに近づいている。エナの夢がついえた後、モントール星系にいるファミリーが風の噂を聞きつけて現れ、すぐに現場をコントロール下に置いたんだ。オーク家のほとんどのメンバーは意識を失ったが、幸い命に別状はなかった。全ての陰謀の首謀者は全夢の主のゴフェルとされていたが、俺たちが到着した時には彼はすでに亡くなっていた。彼には裁判が待っている。それ以上のことはファミリーも明かそうとしない。結局一般の人は、調和セレモニーは悪の勢力に襲撃されて、ファミリーは美しい夢を守る責任を果たさなかったとしか思ってないから、ファミリーの信用はガタ落ちしてるってことだよね。事実とは違うけど、影響を最小限に抑えられたとは言えるのかも。結局のところ、誰が覚醒してて誰が寝たふりをしているのかはわからない。彼らは途方に暮れると目を覚まして、危険が去るとまた夢の中に戻るんだよ。開拓の輝きを3倍あんたたちに敬意を表してね。また会えて嬉しいよ。でも再会の後にはお別れが待ってるかもしれない。請求列車はいつピノコニーを離れる予定なの？もうしばらくはいるつもりだ。まあそれほど長くはならないだろうが。じゃあこれが最後のお別れになるかもしれないってこと？だとしたら何か物足りない感じがする。音楽？雰囲気？ああ、特別なカクテルかも。この場にいない人たちに捧げるためのね。うん、このカクテルは荘厳で厳粛で、それでいて唯一無二であるべきだ。だってあの英雄たちを記念するためのものなんだから。地下に眠る七死人、そしてギャラガーを。カクテルの準備はできた？さあ、この前店で会ったきりギャラガーには会ってないんだ。このカウンターで私たちはどんなことでも話した。でもギャラガーがドアから出ていくとき、自分は彼のことを何も知らないことに気づかされるんだ。それほど謎の多い人だったのさ。ただ今は少し予感がするんだ。もしかしたら彼はもう自分の願いを果たしてここには戻ってこないんじゃないかって。始める前にあんたの仲間と話してきたら？どうせ私たちにはたっぷり時間があるんだから。そう？じゃああんたの言う通りにしようか。作るドリンクについてはだいたい考えてあるの。苦いのにするか甘いのにするか。今夢は長く苦は短し、苦味があって酸っぱくて渋い、まるで残酷な現実のよう。このバーで一番人気のないドリンクだ。悪くない選択だね。早速作るとしようか。
言葉はいつも物足りない。もし過去の出来事に終止符を打ちたいなら、このバーでカクテルを作るのが一番いい方法だよ。全ての思い出と感情を一緒に注ぎ、よく混ぜ合わせ、時間のフィルターに通すと、グラスの中に残るのは味わい深いものだけになるの。よし、できた。地下に眠る七死人たち、そして私の友人ギャラガーに敬意を表して。死はとても苦い事実だけど、あんたたちが捧げたものは全て歴史に記される。外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。もう行くの？じゃあこれも持って行って。この最後のドリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど、これでピノコニーの味を思い出してくれたら嬉しい。ありがとう。きっと忘れられない味になるだろう。もしギャラガーに会えたら、彼にも一杯飲ませてやって。あの人の好みにも合わせてるから、きっと気に入ると思う。さあ、おしゃべりはここまで。あんたたちにはまだ仕事があるんだから、これ以上悲しい空気にはしないように。請求列車もピノコニーもこれから長い道のりが待ってるんだから、気を引き締めていかないと。さあ、それぞれの明日に向かって進んでいこう。オーディ、本当に厄介ですね。ピノコニー存亡の危機にまさか上場という手を使ってくるとは思いませんでした。ええ、なかなか度胸があるわね。だからこそ今日のオーディ・アルファルファになれたんでしょうけど、でも勝利の天秤はまだどちらにも傾いていないわ。どんなに大きな声で叫んだところで、声そのものに重さはないから。トパーズ、あなたに頼んでおいた電話の件、あれから何か進展はある？はい、あちらは承諾してくれました。ただ到着にはもう少し時間がかかるそうです。その方が好都合だわ。アメは無知の後に出すべきだもの。今回は強姦理論の段階が省略されそうですね。貪欲な商人が相手なんだから仕方ないでしょ。半端な味のリンゴじゃ問題は解決できない。この言葉は私にも当てはまるかもしれないわね。ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く将来性もある。今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。その点に疑いの余地はありません。ええ、そうね。でもあなたの感覚からしたら、このプロジェクトは少し退屈かと思ったんだけど、違ったかしら？そうですね。アベンチュリンが私を引き込まなければここには来なかったかもしれません。あなたは彼を信頼しているものね。私たちにとっては命にも等しい奇跡を彼に託して賭けに出るくらいには
それはジェイドさんも同じでしょ。私たちがコールしなかったら、あなたの翡翠をあれほど順調にピノコニーに持ち込むことも、美しい夢の欲望を収め交渉のチップを勝ち取ることもできなかった。だから私も喜んで自分の王玉を差し出したんです。本当に凄まじい計画でしたね。アベンチュリンが心を決めた以上、誰にも止めることはできない。たとえ運命だろうとね。少なくとも彼は今も生きている。それだけでこれは最善の結果と言えるでしょう。少し話が脱線してしまいましたね。ジェイドさん、私たちは今後の戦略について話し合うべきなのでは？その必要はないわ。中には私一人で入るから。あなたはゲストを迎えに行って、そのまま私の指示を待っていてちょうだい。わかりました。あれはロビンさん、彼女も機長席号にいたのね。こんにちはロビンさん。ここであなたに会えるとは思わなかったわ。ジェイドさん、こんにちは。調和セレモニーの開会式が機長席号で行われることになったから、少し早めに来て準備をしていたの。あなたはオーディさんとは話せた？ちょうど今から会いに行くところなの。ロビンさん、あなたは彼のことをよく知ってるかしら？残念ながら私は会ったことがないの。ただオーク家の前当主から少しだけ評判を聞いたことがあるわ。オーディさんは素晴らしい商人だけれど、それ以外のところは何とも言えない人だって。じゃああなたは宴の星の未来はどうなると思う？一度は止まった機長席号が再び出航するのと同じように、私は美しい夢が生まれ変わることを信じているわ。調和は新しい方向性を見つける必要がある。過去と決別しなければ私たちは明日に向かって進めないもの。永遠の盟友も永遠の敵もいない。この取引からお互いに望むものを得られるよう願っているわ。私もあなたの歌を楽しみにしているわ。セレモニーで会えたらいいわね。ええ、ジェイドさん、また会いましょう。待たせたわね、オーディさん。話し合いを続けましょう。もう対策を練ったのですか、ジェイドさん。おや、トパーズさんは？トパーズには他の任務があるの。またすぐに会えるわ。今は話し合いを続けましょう。あなたと私の二人だけで。私の気のせいでしょうか。先ほどまでとは随分と雰囲気が違うようですが。後輩の前ではいい手本を見せないといけないもの。交渉の場で無遠慮な口を聞くのは良くないでしょ。今なら腹を割って話せるわ。オーディ、知ってるかしら？過去十古白期において宇宙史上の変遷を経験した商人はあなただけではないのよ。面白い。これは面白くなってきましたな。腹を割って話すですか。
いいでしょう。私は何でもオープンにするのが好きでしてね。次はどんな一手を打つおつもりなのか、ぜひとも聞かせていただきたい。残念だけど、私はチェックメイトしてから駒を動かす主義なの。結論から言いましょう。まず第一に、あなたの計画は実現できない。ピノコニーがカンパニーを介さずに上場するなんて絶対に不可能よ。第二に、あなたはカンパニーのピノコニーへの進出を止められない。私たちには時間と方法がいくらでもある。適切な突破口を見つけ、それを少しずつ広げて中を満たしていく。アスデナ政権は再びカンパニーの力を思い知ることになるでしょうね。あなたが言ったことそっくりそのまま返させてもらうわ。あなたのメンツを守るためにも、正式な会談で非難の的にならないようにするためにも、その絵空ごとのような計画は諦めた方がいい。面白い、実に面白い。猫をかぶったお嬢さん、よくそこまで大口を叩けますね。いいでしょう。そちらが一体どんな手札を持っているのか見せてもらおうではありませんか。オーディさん、忘れないで、カンパニーは宇宙で最も大きな宣伝メディアを持っているの。つまり全宇宙のニュースネットワークの半数以上は私たちの代弁者ということ。あなたがピノコニーの株式公開の情報を流した次の瞬間、数億人もの視聴者が次のニュースを受信することになるわ。ファミリーによるピノコニーの保護は無効となった。無境の中で事故が起こった場合、永久的な脳死状態に陥る可能性がある。全銀河がピノコニーに注目している時に、この一つのメッセージだけで24システム時間以内にルーサン兵を価値のないものにする。それを実行する方法がカンパニーにはいくつあると思う？本当にそんなことができるとでも？私の無知は長いから、ピアポイントにいたとしても簡単にあなたの首を絞められるわ。でもその愚かな上場計画を中止するなら、カンパニーもあなたを筆頭とする投手たちの利益を損なわないと約束する。私たちにもアスデナの盟友が必要なの。カンパニーはピノコニーの資金調達を援助することができる。まずは株式の 30% を買い取ることから始めさせてもらうわ。私たちの資金が入れば、ピノコニーの安定と再建は一夜にして成し遂げられるでしょう。 30%。 あなたたちが今以上に強欲にならないと誰が保証できるのです？こそが全てのポイントなのよね。答えは誰にも保証できない。全ては自覚と尊重次第。少なくとも取締役会は投手たちのメンツに多少は配慮するはずよ。オーディさん、あなたは賢い。わざわざこんな大掛かりなゲームをしようと考えたのは、自分のビジネスの手腕を見せつけることでファミリーの利益を少しでも多くしたかったからではないの？ほどほどにしておいた方がお互いのためだけれど、それでもまだ足りないと思うなら、それは大方宴の星の影響力をさらに拡大させ、より多くの客を呼び込んでお金を使わせるというピノコニー上場のもう一つの目的があるからでしょ。もちろん
その要求にも対応できる解決策を用意しているわ。いいでしょう。カンパニーの誠意は分かりました。ルーサン家の当主として拒む理由はありません。ただアイオーンを信仰する者として最後の答えをいただきたい。続けてちょうだい。私が子供だった頃、大人たちから古代琥珀器の話を聞きました。調和のシペは昇格し、秩序のエナは没したと。その昔、秩序とソンゴはとても近しい関係だった。カンパニーは琥珀の王の信徒でありながら、なぜ秩序の側に立たずファミリーとの協力を求めるのですか？その答えはあなたが思っているより単純かもしれないわ。信用ポイントよ。人々が何よりも愛する宇宙で唯一認められた恒常的価値を持つ通貨。カンパニーにはね、その価値が決して減少しないことを保証する力があるの。信用体系に新たな世界が加わるたびに、宇宙平和の事業は一歩ずつ前へと進む。そして外貨、資本、貿易といったものが全て統一された通貨体系に組み込まれる。そうして全ての星の発展は帳簿に記録され、明確なものとなり、あらゆる概念は定義され、評価され、交換され、流通する。その中心にあるものこそクリフォトの信用なの。そしてカンパニーは全てを操れるようになるということですか？私たちは永遠の孫を築きたいだけよ。あなたも理解できるでしょ。一つの宇宙に二つの秩序は必要ないと。はっはっは。結構結構。いやー、参りました。それでは教えていただけますかな、その解決策とやらが何なのか。私たちの考えていることが同じかどうか確かめてみようではありませんか。それじゃあさっきの話を続けましょう。トパーズ、飴を案内して差し上げて。ご足労感謝するわ、姫子さん。オーディさん、こちらはピノコニーの未来の株主の一人、請求列車の姫子さんです。オーディ・アルファルファさん、お噂はかねがね、請求列車の代表としてお会いできて光栄だわ。はっはっは。やはりこちらの美しい女性が請求列車のナビゲーターでしたか。こちらこそお会いできて光栄です。提案の大まかな内容については皆さんすでに理解されていますよね。予定通りこの融資が終わったら、カンパニーはピノコニーの株式の 30% を保有しようと考えています。そしてそのうちの 5% を請求列車に譲渡した後、姫子さんを独立取締役として推薦します。これは今まで七死人たちが夢の地のために払った犠牲と貢献を称えるためのものと考えてください。まだ何も決まってないけれど、ここにいる皆さんが列車の開拓の道を認めてくれたのなら、これほど嬉しいことはないわね。七死人は名声や利益のために旅に出るわけじゃない。でもファミリーとカンパニーが望むのであれば、私たちも取締役としての責任を果たすつもりよ。乗員全員の評決を取って、請求列車はピノコニーの再建事業に協力することにしたの。
それと今後の旅では宴の星の美しい夢をより多くの世界に届けるために力を尽くすわ。もちろん全ての協力はある前提の上に成り立ってる。それはピノコニーが貫く調和の道が再びねじ曲げられることも、同じような悲劇が繰り返されることもないようにするということ。いいわね。同意した以上、この件は片付いたようなものですね。残りの当主たちは、彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、オーディが代表していたのはルーサン家だけではなかったもの。正式な会談はいつ開きますか？こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部私は関わらないから。ジェイドさん、それは。この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、あなたは彼が指名したプロジェクトパートナーでしょ。あの子が遊びすぎなければ私が表に出てくる必要もなかった。違う？私が今日ここに来たのは、一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわよね、エレーナちゃん。もちろんです。ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。安心して、ダイヤモンドはいつだって私たちのことを信頼しているわ。あなたの仕事ぶりも伝えておくから、そう遠くないうちに P45 に帰り咲けるんじゃないかしら。それにしても貴重石号、本当に素敵な船。やるべき仕事も終わった今、私も自分の趣味のことを考えるべきね。この飛行艇でもボーンショップ翡翠を開くつもりですか？だってこんな機会はめったにないもの。この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある宝物をたくさん手に入れられるわ。じゃあ質屋は店主がいないと開けないから、また後でね、トパーズ。あ、待ってください、ジェイドさん、もう一つ聞きたいことが。なら何かしら。あの無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか？私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。その代わりとして私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、それはまた後での話。私たちがピノコニーを去った後でも遅くはないわ。分かった？これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。私たちがすべきことは辛抱強く待つことなの。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろこの船に乗ってくる。
思ったより簡単に潜入できた。ファミリーの警備って相変わらず甘いんだ。ここが貴重石号、本当に豪華だな。担保で願いを叶えてくれる質屋、そんな場所この船に本当にあるのかな。噂が本当かどうか自分の目で確かめないと。あの時はここで転んじゃったんだ。決めたの、ピノコニーに対する七死人の貢献に感謝してファミリーの名義で請求列車に贈り物をしようって。あなたたちもその準備を進めてくれるかしら。かしこまりました、ロビンさん。あの、あ、こんにちは。お嬢さん、どうかしましたか。質屋への行き方って知ってる？質屋…ああ、レディ翡翠の部屋のことですね。確かに彼女は特別なサービスを提供していると聞いたことがあります。位置をあなたのデバイス上でマークしましたので確認してみてください。レディ翡翠…どこかで聞いたことがあるような。銀狼のところで聞いたんだったっけ。そういえば銀狼、天才クラブに行くって言って消えちゃったけど大丈夫かな。検査完了。見落としはないよ。ショップ翡翠貴重石号支店へようこそ。お嬢さん、お名前は？私のことはサミュエルって呼んで。サミュエル、素敵な名前ね。それでサミュエルさん、あなたは何を望むの？代わりに何を差し出せるのかしら。私は行きたいの。その願いが叶うなら自分の全てを担保に入れたって構わない。自分の全て？うん、全て。サミュエルさん、悪いけど帰ってもらえるかしら。あなたは質屋の定義を十分に理解してないみたいだから。どういう意味？文字通りの意味よ。あなたからは強い生存欲が感じられる。それは炎のように激しく強烈で、とてもじゃないけれどあなたがそれと同等の価値のあるものを差し出せるとは思えない。そっか、やっぱり質草で願いを叶えてくれる質屋なんてただのインチキだったんだ。厳しい非難ね。あなたが理解できないのも無理はないわ。でも大丈夫、これから私がはっきりと理解させてあげるから。この人たちに会いに行きなさい。彼らは私の質屋に来たことがあるの。彼らの願いが叶ったのかどうか自分の目で確かめてみるといいわ。終わったらここに戻ってきてちょうだい。
そしたら質屋の意味もあなたに何が欠けているのかも分からせてあげる。あのレディー翡翠の雰囲気、質屋の店主っていうより貸金業者みたいだったな。どうせ今は他にやることもないし、彼女の言う通り周りを見て回ろう。やった、当たったぞ。身の程知らずの小娘め、また俺に金を持ってきたのか。バカなこと言ってないでさっさと始めましょう。この一回の勝負で決める。私の全財産をかけるわ。おう、ずいぶん威勢がいいな。いいだろう、そこまで言うならお前の実力を見せてもらおう。10連敗してる相手に、なんでこんな肝心なところで負けるんだ。本当だった、レディー翡翠は本物だった。ステル神あればヒーロー神あり。ついにスーパーギャンブラーステイシーの時代が来るのね。ドロシー、君にプレゼントがあるんだ。これ。わあ、素敵なネックレス。猫目石？すごく綺麗。私が猫目石のネックレスが好きだってどうしてわかったの？しかも紫色で、まるでパパが若い頃にママに送ったネックレスみたい。他の人に話したことなんてないのに、どうしてデルは知ってるの？あの、その、僕と付き合ってくれないかな？うん、いいよ。え？本当に？前に告白を断ったのは、デルは私の好きなものなんて知らないと思ったからなの。でも、このプレゼントで分かった。あなたはずっと私を見ていて、一生懸命理解しようとしてくれてたんだね。だから、うん、付き合ってあげる。よかった。本当に願いが叶った。行こう、ドロシー。外に出て。一緒に12の時の景色を見よう。うん、行こう。ケンさん、ねえ、見た？
表にいるあの灰色の髪の人。変なものは見なくていいから、ほらお酒飲んで。あの人なんか情緒不安定そうだね。あれは開拓者。ええ、はい、聞き間違いではありません。奴を捕まえました。奴はピノコニーの太陽の時に隠れていました。身分を偽り折り紙大学の教授になっていたのです。ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについてはそちらにお任せします。どうやって捕まえたかですか。高貴な方の助けを借りたのですよ。詳しくは聞かないでください。22年も奴を追いかけ、銀河の隅々まで走り回りました。まさか最後にここでこんな形で。とりあえず切りますね。相棒、自分に乾杯しなければ。あの人たちの願いは確かに叶ってる。でも一体どうやって。チュンチュンチュン、折り紙の小鳥。ちょっとあんた早く降りて、みんな見てるじゃん。今はタイミングが悪いかも。ごめんね、後で時間があったら声をかけるから。戻ってきたのね、サミエルさん。うん、あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確かに叶ってた。でもあなたが私に何を見せたいのかいまいちわからないの。あの人たちはみんなすごく満足そうだったけど。焦らないで。これはただポーンショップ翡翠が本物であると信じてもらうためのものだから。次は彼らが支払った代償について教えてあげる。デルは裕福な家の子息でずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。自分の全財産を担保に入れる代わりに、ドロシーを感動させる贈り物を手に入れるというね。カンパニーの情報網と人脈を使えば簡単なことだったわ。でもデルはすぐに部屋代を払えなくなって、無境から追い出されることになる。その後の貧しい生活をどう乗り越えるかは彼の努力次第よ。あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかったから、私は別のものを受け取ったの。彼女の親密な関係、そのすべてを。ポーンショップ翡翠を出た瞬間から宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。彼女はもう本当の友人を作ることはできないでしょうね。幸運によって
無限の富を手に入れることはできても、それを大切な人に使うことはもう二度とできないのよ。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができずにいた。そうして絶望に暮れていた時、彼は私を見つけたの。彼が担保に入れたのは自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され、自分が誰であったのかも、どんな犠牲を払ってきたのかも完全に忘れることになるわ。面白い現象でしょ。私は彼らの願望を叶え、恩恵を与える。その恩恵はさらに大きな願望を伴ってすぐに私のもとに戻ってくる。人は他人の願望が叶うところを見たとき、自分も同等の願望を持つようになる。本当にキリがないほどの願望をね。でもいつか私はその渦の中から自分の望むものをすくい上げてみせる。私が一番得意なのは待つことなの。さあ、これで自分がどんな代償を支払うべきか分かった？サミュエルさん、それともこう呼んだ方がいいかしら。グラモスの鉄器の生き残り、 AR26710。 全然驚かないんだね。あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて本当に災難。そうでしょ。グラモス人は共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために、戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は敵たちは人とみなされていなかったから、当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。今は性格ハンターであり、ホタルであり、生きている生命体だもの。生きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、この秘密を知り治療できる人ももういない。カンパニーならどうにかできるって言いたいの？希望がないわけじゃない。これ以上は言えないわ。なるほどね。だから私には10日の担保が出せないって言ったんだ。私自身の全てに意味がないから。あなたが求めているのは、私が生きていくために仲間を鎖につなぐこと。残念だけどそういうわけでもないの。仲間、いい言い方ね。この言葉で性格ハンターにもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があって、その関係性も興味深い。とても密接で健康でありながら個々の独立性を保っている。銃の赤心がダイヤモンドに従うように、あなたたちにもリーダーがいるんでしょ。それは一体どんな人物なのかしら。そして他の性格ハンターたちも終焉の運命を歩みながら、運命とは逆の方向に進もうと躍起になっているのかしら。とても興味があるわ。機会があればあなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。その日が来るまで辛抱強く待っているから。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で
性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ、できればカンパニーを代表するものでも戦略投資部を代表するものでもなく、私個人からのお誘いだと考えてちょうだい。性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど、銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。でもその前に質問させて。私の正体を知ってるなら、仲間がこの部屋を監視してる可能性があることも分かってるよね。彼女がその気になれば、ほんの数秒でこの会話をピアポイント全体に公開できる。なのに、どうして捨て駒になるリスクを背負ってまでダイヤモンドのためにそんなことをしようとするの？それはね、結局のところ私たちは同類だからよ。でも性格ハンターや請求列車とは違って、私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。銃の赤心は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに期するところがある。その道のりの途中でダイヤモンドに誘われ、彼と一緒に歩むことを決めたのよ。その道のりは短いかもしれないし、長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから、それを埋めるために外部のものに頼り続けるしかないの。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、その穴を奇跡で埋めてくれると。肉体は弱くとも我が心は輝く石のように固い。さもなくば孫悟の道は成り立たない。これで分かったかしら？これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンス、財産、生存、未来を手に入れたの。それによって赤心はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて、孫悟の偉業を成し遂げるのよ。行きなさい、お嬢さん。すぐに答えを出す必要はないわ。さっきも言ったように、私が一番得意なのは待つことだから。もし運命が本当にそのページを開いたら、また会うことになるだろうね。でも残念ながら、この質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディ翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。ピノコニーの未来を決める会談、思ってたよりずっとスムーズにいったな。議論なんてほとんどしなかった。もうすぐ調和セレモニーの開会式が始まるし、うん、会場に行ってみよう。この飛行艇にはお宝もたくさんある。収穫は上々だね。
仲間と喜びを分かち合うことも忘れずにな。忘れない方がいいぜ。俺は一発であんたを仕留められるってこと。それは光栄だ。安心してくれ。僕が一番嫌いなのは賭け事でイカ様をすることだから。それならいいな。おや、誰が来たかと思えば星球列車の大英雄ピノコニーで今最も輝く開拓者ちゃんじゃないか。おお、あんたも来たのか。久しぶりだな。今のはただの挨拶だよ。僕は君と心が通じ合っていればそれでいいんだ。まあいい、表に出せねえ話は一旦置いとくとしよう。調和セレモニーの雰囲気をぶち壊すわけにはいかねえからな。賛成。ところで開拓者ちゃん、調和セレモニーでファミリーが正式に列車に謝意を表明するって聞いたよ。すごいじゃないか。はあ、その場に立ち会えないのが本当に残念だ。僕の任務はカンパリ。君たちがドリー、ただ一つ残念なのは。サンキュー。僕は遠慮しておくけど。おや、君は宇宙ステーションヘルタでの活躍は覚えている。あれは旧大点だったな。道理であのギャンブラーが君のことを重視しているわけだ。僕はカンパニーの使者の監督役として博識学会に派遣。ほら、もうすぐ調和セレモニーが始まるんだろう。せっかくの機会だ。ふん、慎んで。最近どう？だと思った。君たちオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたんでしょ。その場にいられなかったのが残念。私がいればきっと君たちの力になれたのに。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。その時は君たちも招待するからね。変身？何言ってるの？ああ、分かった。アベンチュリンの奇跡のことか。残念だけど私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の赤心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど、中には思考を読み取ったり相手の欲望を操ったりする人もいるから気をつけた方がいいよ。そう考えるとベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら私たち友達になれてなかったかもしれないからね。ご所望のサービスがありましたらお気軽にお申し付けください。こんにちは、元気なお嬢さん。ようこそ
ポーンショップ翡翠へ。あなたのお名前は？とても素敵なお名前ね。それじゃあ、あなたの願いを聞かせてくれる？それを叶えるために。それがあなたの願いなの。とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それはある動物の尻尾。それは二足歩行する生物で、毛は黒く丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは、人間の言葉を理解していてコミュニケーションが取れるというところね。その動物の尻尾を担保として持ってくれば、あなたの願いを叶えてあげる。縁があったらまた会いましょう、ナナシ。仲間と喜びを分かち合うことも忘れずにな。探せば見返りはある。またお会いしましたね、我が友。あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。心から敬意を表します。あれほどの偉業を成し遂げてもなお謙虚かつ穏やかでいられるとは、ああなんと素晴らしい騎士道なのでしょう。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。ああイドリラ様か、あなたに微笑まんこと。ありがとうございます。あなたにも準備の加護があらんことを。仲間と喜びを分かち合うことも忘れずにな。セレモニーはまだ始まらないし、少し休憩しようかな。また会ったね。この声は。この前も見かけたけど、やっぱり人違いじゃなかったんだ。うん、ただ声をかける時間がなかったの。調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし、少し話さない。二つの殺人事件、カンパ
パニーの使者との対決、七死人の道の伝承、アイオンに代わって楽園を作ろうとする秩序の残党、最後には美しい夢さえも打ち砕いた波乱万丈の休暇だったんじゃない？よかったね、難しい問題を解決できて。でも調和セレモニーが始まったらまた旅に出るんでしょ？進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。性格ハンターに入る前、エリオはこの旅が生きる方法を教えてくれるって言ってた。でも教えてくれたのはそれだけで、あとは私自身で探さないといけなかったんだ。だから私は生きていくのに必要な手がかりに注目してるの。今回のピノコニーの旅も同じだよ。情けないことに方向性は間違えちゃったけど、いくつか得られたものもあるんだ。カンパニーの戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産なんだよ。それで彼女に取引を持ちかけられたんだけど。そもそも彼女が欲しがってるのは私の答えじゃないからね。私はもちろん生きてたい。でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。だってこれは私個人と運命との問題だから。あ、そういえばずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。そのアイリス家の役者の件で、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから、ごめんなさい。本当、そっか、カフカの言ってたことは本当だったんだ。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分の心の声を表現できるか試してみたいとも思ってて。あの娘だ、かかれ！調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。こんなとこまで追ってくるなんて、お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、君はセレモニーに参加して。脚本の結末はまだ訪れてない。きっとまた会えるから。蛍、無事だといいけど。まああのハウンド二人が相手なら大丈夫かな。蛍のことは後でメッセージを送って確認するとして、今は調和セレモニーに参加しよう。ここに座ろう。やるべきことは全部終わったけど、まあいっか、もう十分見て回ったし。よかった、蛍の心配はいらないみたい。安心して開会式が始まるのを待とう。ご来場の皆さん、
ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今琥珀期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としてもご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重席後、すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか。実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル、そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七種人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無境の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。請求列車は先輩後輩みんなが家族みたいなもんなの。そこを分ける必要なんてないじゃん。今回美しい夢が正常に戻ったのも、開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければ、この調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して七種人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちに過ぎませんが、どうぞお受け取りください。さあ皆さん、勇敢で
恐れ知らずの七種人たちに盛大な拍手と喝采を。七種人、それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして快く協力してくださったルーサン家当主オーディ・アルファルファさんに乾杯。乾杯。おお、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。ビンエンド。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。10分あげるから開けてごらん。いつの間にこんなものが、こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるなんて、私一人じゃ絶対間に合わない。グループチャットでみんなに知らせないと。準備はできた。地図を手がかりに爆弾を探そう。Thank you.
少しだけど進展した。親愛なる役者さん、君は知らないかもしれないが、まあ実際にはストーリー上の制約があり、今の君は…ああ、それは私のせいだ。仮面の愚者にはめられたのだ。この脚本は花火様という脚本家に、第一花火大学にはそもそも映画演出学部なんてなかったばかりか。さて、君の質問…しかし悲しむことはない。君には素敵なプレゼント
もう時間がない。メッセージを受け取ったんだね。君がここに現れたってことは、簡単に説明するね。今から30分くらい前に私のとこに発信者不明のメッセージが届いて、すぐに駆けつけたの。27分52秒27分51秒。美しい夢は秩序の庇護を失ってるから、ここであれが爆発したら大変なことになる。時間をかけて調べたんだけど、あの爆弾は特殊な構造をしてて、何か不思議な運命の力でロックがかかってるみたい。多分作った人以外には解除できないんだろうね。それは難しいんじゃないかな。時間は限られてるし、彼女はすぐ変装しちゃうから。それに捕まえられたとしても素直に従うはずないよ。時計屋の招待客のこと、残念だけど私の経験からしてその人たちじゃ状況を変えられないと思う。メモキーパーなら人がいない場所に爆弾を移動させられたかもしれないけど、人形の中にメモを見つけたんだ。彼女たちにどんな確執があるのかは知らないけど、この方法は使えない。実は全く方法がないわけでもないの。覚えてる？脚本には私が夢の地で3回の死を経験するって書いてあったこと。多分だけどこれが3回目の前兆なんだと思う。もう知ってるかもしれないけど、私は生まれつき夢を見られないの。夢に入る時も性格ハンターの特別な手段を使ってる。そのおかげで私には他の夢追い人にはできないことができるんだ。
奥室の重圧が与える苦痛に耐えることができれば、美しい夢の外にある原始の記憶域に潜り込める。そうすれば貴重石号に活路を開いてあげられる。あの爆弾を無境の奥深く、できる限り深い人のいない場所へ持っていく。そうすれば誰も傷つかずに済む。心配しないで。ファイアフライの走行ならカウントダウンが終わるまでに私をその場所に運べるはずだから。それどころか無事に戻ってくることだってできるかも。今のところこれが最善かつ最も合理的な選択肢なの。だってこの長い物語の最後はハッピーエンドになるはずだから。いい言葉を教えてあげる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。ヨミさんから教えてもらったんだ。今ありえないことがたくさん起こってるけど、そういうのって本当にありえないことなのかな。私はね、ただそのありえないが否定される瞬間がまだ来てないだけだと思うんだ。文字通りの終わりだろうと、死のような苦痛だろうと、危険極まりない死地だろうと、定められた終点に着くまでそれらに違いはない。だから私はまだたくさんの選択ができる。それに私も信じてるの。私たちが選択をした瞬間、心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるので、カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がでしょ。私たちはそれぞれの目的を持ってここへ来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。私がここに来た時、ちょうど一人の子供がそれを抱えていた。
その花は時計屋と、彼が生涯思い続けていた戦友のためにジェシーおばさんが用意してくれたのだと彼は言っていた。ミハイルは毎年ここに二つの花束を置いていたそうだ。そして彼がいなくなった後、それは三つになった。あなたの願いはずっと誰かが覚えている。望んでいた通り、今ピノコニーの長い夜は明けた。前途は必ずしも順風満帆ではないかもしれないが、人々は自由へ向かって進む覚悟ができている。ティエルナ、これでもう帰れるだろう。未来の七種人も次の目的地に向かう準備ができているようだ。でも出発する前にまだ最後の仕事が残っているわ。光栄だな。これまでにも私は多くの別れを経験してきたが、今回こうしてあなたたちと笑顔で別れることができて嬉しい。だが出発する前に、過去の七種人にいろいろと言いたいことがあるんじゃないか。死者の物語に完璧なピリオドを打つことは何よりの慰めになる。彼らはここにいる。さあ行くといい。最初に車掌さんからのお願いを聞いた時は正直びっくりしたんだよね。七死人は開拓の人間で、いいことをしても名を残さない。時間だってかなり経ってるし、こんな広いピノコニーでどうやって三人の行方を突き止めればいいんだろうって思ってた。でも今は夢の地では本当にできないことなんてないんだなって思ってるよ。歴史は死者の名を残さないかもしれないが、星々は彼らの足跡を見届けている。長い夜に訪れる最初の光は往々にして何も照らすことができない。それが一瞬で消えてしまうのに対して夜はあまりにも長いからな。だがそれによって人々は知ることになる。夜空にいつも光るものがあったとしたら、星が一つ落ちた後には無数の流星が空を横切ることになると。ブルックリン・ティエルナ、ラザリナ・ジェーン・エスデラ、レールを敷いた開拓者たち、もう二度と沈黙しない歴史、ほとばしる情熱と勇気、そして星々への旅路に敬意を表して。この彫像、前はなかったよね。これがギャラガーが私たちに残した最後の謎みたいね。結局私たちはギャラガーの正体を知らないばかりか、彼が生きている人間かどうかすら判断できなかった。なんていうか、あのおじさん、さすが虚構歴史学者って感じだよね。そういえばあの人フィルムランドで自分は13歳だって言ってたけど、もしかして別の意味があったりするのかな。でも全部謎で説明するのは、少なくともうちらがピノコニーで一緒に過ごした時間と、この土地に対するあの人の忠誠と愛情もきっと本物だよね。ギャラガーと眠れるハウンド、宴への招待状、全ての嘘、
それから唯一の真実に敬意を表して。また会うことがあったら、今度はあんまり謎めいたこと言わないでよね。あんたたち、もうピノコニーを離れるのか？すまないな、ミカさん。別れを言いに来るのが遅くなって。何言ってんだ。あんたたちは時計屋のために多くのことをしてくれた。ろくな礼はできないが、せめてドリームリーフを代表して、七シビト一行に一杯捧げさせてくれ。ドリームリーフの人々はこれからどうなる？多分ここに残るだろう。目を覚ましていることに慣れてる人が目を閉じて暗闇の中で生きていくのは難しいからな。秩序が消えた後、誰かがこの原始の記憶域を見守る必要がある。ピノコニーの夜は長く、まだ全員が安心して眠れるような状況じゃない。向こうの美しい夢については、あれがなくても俺たちは今まで生きてきた。そうだろう？ミカさんとドリームリーフの住民たち、長い夢の森人、忍耐の歳月、数々の悲しい夜、そしていつか訪れる夜明けに敬意を表して。結局またここに戻ってきたわね。この開拓の旅はあんたとドアボーイの出会いから始まって、途中いろいろなことがあって、また最初のスタート地点に戻ってきた。まるで時計の針が何度回っても、一日の始まりと終わりがいつも前に進む12時になるかのように。多くを語る必要はないわね。この物語はあんたから始まったんだから、あんたで終わるべきだわ。そして次のページをめくりましょう。ラグウォーク・シャール・ミハイル、夢の地の時計屋、請求列車の七死人、ピノコニーの過去、現在、未来、そして死ぬまで変わらない夢に敬意を表して。これでうちらの七死人としての使命は終わりだよね。開拓は人々に方向を示すことができるが、世界の運命は最終的にそこに住む人たちに委ねるべきだからな。きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。ミツキちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあったんだけど、今回は少し強い気がする。言ってみろ。もしかしたらみんなも同じことを考えているかもしれない。つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンもラザニナも長い人生の中でたくさんの物語を経験してきたんだなって。三人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。仲間、ライバル、旅、冒険、悲しい思い出、楽しい思い出、うちらが慣れ親しんでる毎日を同じように経験してる。
でもそれも全部過去のことなんだよね。わかってる。でもうちの心を締め付けてるのもその今なんだよ。例えばだけど、本を読んでる時、登場人物が次々と困難にあって、最後も後悔でいっぱいの結末を迎えたら複雑な気持ちにならない？うちらは登場人物たちの人生の細かいとこまで見てるから、その人たちのことを特別だと思っちゃうんだよね。だから現実的じゃなくても合理的じゃなくても、結末が訪れるとしたらそれはハッピーエンドであってほしいの。でも、もし彼らが、それとうちらがそんなに特別じゃなかったとしたら、ミハイルがこの椅子に座って毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな。あの人が人生の最後に自分は後悔してないってきっぱり言えたんだとしたら、今うちらの心にあるこの後悔は一体何なの？そうね、私たちはみんなその問いの答えを探してるんじゃないかしら。銀河は広く、生命は小さい。開拓の足跡は止まることはないけど、宇宙という尺度で見れば、普通の人は一生をかけてもわずかな距離しか進めない。でもそんな短い道のりがつながり合うことで、無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれないけど、私たちは覚えてるでしょ。私たちが覚えている限り、彼らの物語は終わらないわ。ミハイルが私たちに残したものは、この問いに対する彼の答えなの。それは完璧ではないかもしれないけど、激動の人生を送った過去の七死人が、人生の最後に心からの笑顔になれるものなのよ。一方でその意味は後に続く私たちが解釈することになるんだけどね。重要なのは答えじゃなくて、他の人の答えからうちらが何を得られるかってこと？ええ、それが開拓よ。うん。ごめんね、なんか重い雰囲気にしちゃって。ほらタンコ、なんか寒いジョークでも言って空気を和らげて。今から先のことを考えるのは決して悪いことじゃない。いつかは俺たちも別れに向き合うことになるだろうからな。だがそれまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今一番大事なのはピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。それから準備を整えて開拓の次の目的地に出発しましょう。そろそろ列車に戻らないと。でもその前にヨミと最後のお別れをしてこようかな。ほとばしの過去の変装。ピノコニーに来たばかりの頃のことを覚えているか。あの時は私たちの旅がこんな形で交錯することになるとは誰も思っていなかった。そういえばまだちゃんと自己紹介もしていなかったな。簡単に言うと、
私は虚無の呪いを受けた自滅者だ。私の故郷は遥か昔に大いなる災厄に見舞われ、世界そのものがその影の下で消滅した。自滅の結末に抗うため、私は旅に出て虚無を断ち切る方法を探していたんだ。そして長い探索の末、私の探し求める場所は現実と虚無を隔てるブラックネットの奥深くにあると確信した。そこには第九機関という秘密が隠されている。いつの日か私はきっとそこにたどり着くだろう。いや、旅の目的からしてこの広大な銀河で私たちが再び交わることはおそらく難しいだろう。だが開拓の先には未知が広がっていて、私の刀は運命を断ち切れるほどに鋭い。お互いに旅に出た時の初心を持ち続けていれば、いつか再会できる日は来るはずだ。ああ、そういえば失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを覚えているか？あの時あなたは古い友人を彷彿とさせると言っただろう。自滅の呪いのせいで私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。だがしばらく一緒に歩んだことで確信できた。あの時のぼんやりとした感覚はただの錯覚で、私たちは本当に初めて出会ったのだと。それはどういう意味だ？あなたが私の過去と関係があるはずがない。そこに遡る術はなく、ただの虚無しか残っていないのだから。そうか、あなたも似たような経験があるのか。それならその記憶の中の誰かと私が同一人物でないことも分かっているはずだ。遠い昔、私にもあなたと同じようにかけがえのない仲間がいたんだ。共に旅に出て正しい時期に正しい選択をしたつもりだったが、それでも正しい結果を得ることはできなかった。だがこの光景は彼らがまだここにいるかのように感じさせてくれる。この宇宙には似て非なる世界が無数にあり、似て非なる人が無数にいる。私も孤独な旅をしてきた。見知らぬ星で旧友と出会い、彼らの姿に自分の過去を重ねたこともある。あなたにとってこのような懐かしさは何を意味する？未練、願望、思い、どれも正しいかもしれないが、いずれも完全な答えではない。それは外的なものではなく、私たち自身から来ているもの。過去のある時点から時を超えてきた感情だ。それは温かくて楽しいものかもしれないし、辛くて悲しいものかもしれない。だが過去を振り返ってみたとき、そこにはいつも小さいながら忘れがたい瞬間と、その中で永遠に変わらないものが残っているものだ。それらは私たちの人生のまとめであり、
その時間における私たちの縮図、そして共に歩んできた道の証でもある。私たちはそこから自分自身を見つめ、そして存在することができる。この物語に登場する人たちは皆、自らの人生の意味を宿す者のために勇敢に運命の道を突き進むんだ。さあ、振り返ることなく行くがいい。開拓進行形を歩む七死人、すでに結末が決まっていたとしても構うことはない。人には変えられないことがたくさんある。だが、その前に結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も昔も変わらない。そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは虚無の果てで栄えている。と美月の慰め方は本当に古臭いな。横で黙って見てるだけよりマシだと思うけど。あ、やっと戻ってきた。今回の冒険について話したら急に泣き出しちゃったの。パムがこんなに悲しんでるとこ初めて見た。俺は泣いてなどおらん。悲しんでなんかおらんぞ。俺はただ怒っとるだけじゃ。そう、怒っておるのじゃ。いつもいつも列車がどこかに停車するたびバカ騒ぎしおって、俺が予定した発車時刻など誰も守ろうとせん。このままでは列車の燃料が尽きてしまうぞ。そう、俺は怒っとるだけじゃ。ミーシャ、ティエルナン、ラザリナたちのことなんか全然。大丈夫、泣きたいだけ泣きなさい。パム、みんな隣の車両で少し休んでいてもらえる？心配しないで、パムには私がついてるから。でも行こう、美月。パムにとってあの3人の七死人はとても大切な仲間だったんだろうな。パムがいつから列車に乗っているのかは誰も知らないが、これまでの長い旅で俺たちには想像もできないほど多くの出会いと別れを繰り返してきたはずだ。あんな風に声を上げて泣けるのはむしろいいことだと俺は思う。長い歳月が経った今でもパムが列車に乗った七死人たちのこと、そして彼らと共に過ごした時間をとても大切にしている証拠だからな。慰めるのは姫子に任せよう。この列車で彼女ほど人を導くのが上手い人はいない。さっきのパムは感情的になっていたが、その言葉もあながち間違いではない。君が列車に加わってからというものを、それぞれの目的地で
予定よりも長く停車するようになった。誰一人として欠けさせないためにパムは何度も跳躍のスケジュールを延期せざるを得なかったんだ。なるほど。だからパムはいつも廊下を不安そうに歩き回っていたのか。車掌さん、うちらのためにずっと黙々と頑張ってくれてたんだね。一般的な乗り物と違って請求列車は開拓を行うたびにそれを運行のエネルギーに変換する。理想的な状況なら開拓の旅が途切れない限り列車は絶えず動力を得て永久機関のように進み続けることができるんだ。だがこれまでのこともあって燃料の消費ペースが想定を上回っている。このままだとあと2回の跳躍が限界だろうな。2回？それってかなりヤバくない？また宇宙を漂う氷に戻るなんてやだよ。そう言われるとそこまで悲惨じゃないように聞こえるかも。また宇宙を漂う美少女氷に戻るなんてやだよ。つまり次の目的地を選ぶときはその点も考慮しなければならないというわけだな。ああ、製図を確認したが比較的近くにある世界は海洋惑星ルサカとアゲートの世界メルスタインだ。どちらを目的地にするかはやはり投票で決める必要があるが。あるいは私の提案を聞いてみない？また会ったわね。あんた、なんでうちの部屋から？部屋の主と同じくらい可愛らしいお部屋だったわ、美月さん。メモキーパー、君がどうやって列車に乗り込んだかはともかくとして今言った提案というのは。列車が燃料を得る方法について偶然聞いてしまったの。本当はちゃんと話をして協力関係を築けるかどうか見極めたかったのだけど、今の状況を考えると私の提案はあなたたちにとって救いの手になるかもしれない。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。内容によっては列車から降りてもらうかもしれないが。不朽の光栄、本当に魅力的な竜ね。特にその曖昧ではっきりとしない記憶が。本題に入りましょう。請求列車が今エンジンに動力を補充するために特別な開拓の旅をしなければならないのなら、考えたことはある？この旅の目的地はあの名高いアキビリですら到達したことのない世界かもしれないと。あなたたちが宇宙に新たなレールを敷くことができれば、列車は二度とエネルギーの心配をしなくてよくなるでしょうね。アキビリですら行ったことない世界を開拓する、そんなこと本当にできるの？話を続けてくれ、メモキーパー。その目的地というのは一体どんな世界なんだ？宇宙の大多数の人が存在を知らない世界、外部からは観測することすら難しいガーデンの鏡にしか映らない世界。三重の運命によって縛られ運命を予測できない世界。永遠の地、オンパロス。会いに来るのが遅くなってしまったかしら。あなたが来るとは意外ですね。
ファミリーがどれだけ警備を固めているか、あなたをここから連れ出すのがどれほど難しいか知らないでしょう。どうやら私の番が来たようですね。何を言っているのかよくわからないわ。あなたの番？交渉、尋問、あるいは徹底的な死刑、私の末路はあなた次第です、レリー翡翠。なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与えるような素振りを見せるのですか。祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらないのね。あなたの元気な姿を見られて嬉しいわ。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷つけるのはやめていただきたい。わざわざ会いに来たのは己の悪意に満ちた虚栄心を満たすためなのですか。そんなわけないでしょう。私が来たのはあなたの妹の願いを叶えられる素晴らしい取引を提案するため。受け入れるかどうかはあなた次第だけど。ロビンの誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、これがあなたたち兄弟の約束だったわよね。その約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかしら。これがとても重い質問だということは分かっているから、すぐに答える必要はないわ。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者、その翼を折り俗世を訪れ大地を歩き、この世界の真の姿を見てくるの。あなたたちの慈悲などいりません。言ったでしょ、これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。私が一番得意なのは待つことなの。夜は長く、美しい夢はまだ続いている。ゆっくり考える時間はあるわ。あ、最後にもう一つ言葉を送ってあげる。経験者からの忠告としてね。人生は辛く短い、好機を失することなかれ。